はい、どうもダークネスロースです。<laughs> はい、えっ、ー、と、今日は11月19日。<laughs> 金曜やね。もう、えっ、ー、と、一応、週末で。まあ、その金曜になる前に <laughs>、一応 <laughs>、えっと、第15話、えー、とゆっくりの、東方議対局の第15話、 を、えー、とアップすることができました <laughs> 珍しく1週間以内にね多分1週間以内でもないんやけど厳密には14話を上げたのはもう2週間近く前なんやけどただその先週はねあのー、外伝的なちょっとした茶番を作ったんで。 一応その1週間おきに1本はあげれてるなっていう感じこれで1本もあげてなかったら2週間空いてるってことになるんやけどまあ一応1週間いないっていう感じかなうん今回まあまあ頑張ったんちゃうかな言うてもその場面転換とかなんかその2箇所でその1回んやろうな区切りがあったりとかするほど長いお話じゃないし実際4分ちょっととかやからまあ短めっては短めなんやけど でもまあ頑張ったかなってせりが多かったわけじゃないんやけどなまあ若干戦闘シーンというか演出というかエフェクトっていうかまあみたいなのが多かったんかな普段より最近少なめやからなそういうなんか戦闘シーンとかスペカ使ったりとかする場面がまあ割と少なめでセリフ多めみたいなのが多いから今までさ今までっていうかまあ最近の茶番の傾向として戦闘シーン少なめないよね 面倒くさいとかじゃないんやけど結構そのストーリーもりもりにしちゃってるからその戦闘シーンはしょっちゃってるよね最初カンカーンとかやってそれで終わっちゃうみたいななんかなんかそのそっから先はなんかそのなななな想像にお任せみたいな感じで流しちゃうからさなんかあんまり戦闘シーンをちゃんとやってないから。 なんかその最初の場面だけなんかカンカンやってそのままは次のお話に行っちゃって次の話に入った時にはもうなんか戦闘が終わってるみたいなことがなんか多いからなんかちゃんとやってなかったっていうのも含めてこの間のあの外伝というか遺伝のロズ君のお話に関してはそういう意味でちょっと戦闘シーンだけやってみたいなっていうのであれば作ったんやけどまあ せっかくそういうのをやったからまあちょっと戦闘シーンも入れていこうかなとは思うんやけど <laughs> もうだから何っていう話ででこのちょっと金色というか黄土色のレ夢ムちゃんなんやけどこれがえっ、ー、と第6期次のねえっ、ー、と東方気象源に出てくる金色のレ夢ムこれがどういう形で出てくるっていうのはもう決まってるんやけどうんまああえて。 今どうこうこは言わなない感じかなでもこのあえてちょっと薄汚れたっていうか本当はもっと金色っぽい感じにできるんよね、あのー、マリサちゃんの髪色みたいな感じでもうちょっと金に近い色にできるこれちょっとほんまに黄土色って感じやんかあとちょっと緑が入ってるんかなこれだからちょっと色がくすんで見えるんやけど黄,黄緑薄い黄緑みたいな感じになってるけど。 本当はもうちょっと黄色に近づけた方が金に見えるんよね。ないんやけどうんあえてちょっとくすんだ感じにしてるんよね。まあこれにも意味があったりとかするんやけどまああえて今はそんなことは言わないけどね。はい。まあそんな感じでねもう今日ね今日っていうか久しぶりにでも言うて長いさっきも言ったけど長い話でもなくて4。 4分ぐらいの短めの茶番で押し上げてこの前の戦闘シーンが多めのやつの方が多分手数は多かったと思うよ作る時の時間かかったかで言ったらあれ短いから2分とかやからまああっちの方がすぐ出来上がったけどただその何やろうそういう意味で言ったら前の方がしんどかったはずなんやけどなんかやたら今回しんどかったな。 14話から間がやっぱりなんやかんやその外伝でお茶を逃がしたとはいえさ2週間空いたって言えば14話からは空いてるからどうしてもその間のブランクを埋める作業というか頭の中で思い出す作業みたいなのもあったからまあそういうので疲れたのかまああとは編集以外のことで普通に仕事とかで疲れてるんかなっていうのはまああるんやけどね。 まあまままままあ、まあああでもまあ仕上がってよかってかた、まあ、言うて今日まあ今,今金曜になってるけどまあ木曜の時点でもうアップしてるから18日の時点でアップしてるんでちょっと早いかなって早いというかその早い遅いは別にいいんやけどその金曜とか土曜とかの週末の時期にやっぱアップした方がね視聴習慣的にいいから本当はそうしたかったんやけどまあもうね無理 <laughs> そのなんか。 この日にアップするみたいなのはちょっと無理やな。もうほんまに思いついたがきつい吉日っていう感じだと思うわ。うん。まあそんな感じで、えーっと、無事アップできたんでよかったら楽しんでください。あのゆっくり茶番を見てくれてる人ね。はい。そんな感じで、えーっと、ダークネスローズでした。バーイちょっと喉が <laughs>、喉枯れちゃってるな。はい。バーい。